しない？甘えてる。お茶のお茶のぐるぐるお茶お茶大事件が起きました。ポンちゃんは犯人ではありません、犯人は黒犬でした。コーヒーをですね、コーヒーカップごと撒き散らしてしまいました。これです。これはおしっこじゃなくコーヒーです。ですね、どういうことかというと、肩口に置いてあったコーヒーカップをこのシートですね、これがくっつけて、ここからここで倒れてそのまま引きずってここまで飛んできました。ということでここあらららあ、トイレもコーヒーが来てるね。トイレ、あっちね。ほらもう全部洗濯だね。うん、よいしょ。事件は思わぬ方向に、でしまいました。これ一回全部狭いからね。あれした方がいいのかな。ちょっと失礼。ちょっとごめんなさい。ポンちゃんごめんなさい。ポンちゃんはこんなに頑張っているのにコーヒー撒き散らしてごめんなさい。これでたくさんの布団を明日洗濯しなくちゃいけなくなっちゃいました。